馬広ロ王子は、中華民国初期に、ネイカ地方の西北部を支配した海賊の軍閥、馬屋軍の長の一人、父は副将の後を継ぎ、ネイカ新軍を率い、ネイカ王と呼ばれた。国民政府の首脳部と一番左が、馬広ロ王子。それより右へ、叔父の馬副寿、小僧男、小学寮、小海石。一番右が、大鳥木の妻。第二次次下捧ぐ戦争時。 バヒロシ王子の部隊は、兵力省の国民軍に編入された。1926年、バヒロシ王子は、兵力省から、国民連軍大愛総治軍の司令官に任命された。1927年、バヒロシ王子と、兵力省は部隊を引き連れ、先制衝動官に進駐し、北伐軍と戦った。1929年、兵力省と、 小解析が次第に対立を深めていく中、バヒロシ王子親子は、表局省に見切りをつけ、アメリカやイギリスを後ろ盾に持っていた、小解析についた。1930年、中原大戦が勃発し、バヒロシ王子は、小解析側につき、第64師団長となり奮闘し中誠を見せ、三島小大案の制圧後、第15祖置軍司令官に昇進された。 1932年、馬広氏王子は、姉化省主席に任命され、1937年に、日本軍の総攻撃を開始されるまで、先制姉化地帯で、中国共産党勢力と戦いを繰り返した。また、同時期に、自分たちの縄張りで、追いの馬中栄と張り合いたくなかった、魔穂、薫、魔穂青、馬広氏王子、馬広氏品たちは、馬中栄に、監縮。 新疆など他地域で発展することを進めそれを支援した。日中戦争勃発後、馬広氏王子は、いとこの馬広氏品の部隊と合わせて、第17集団軍に編成され、馬広氏王子は、第17集団軍総司令及び、第8戦区副司令長官に任命された。日本投降後、国境内戦が勃発し、馬広氏王子は、蒋介石の中国国民党側につき共産党と、 戦った。1949年、国民党の配色が濃厚になると、バヒロシ王子は台湾に逃れた。台湾で、バヒロシ王子は監察院から治療での敗線責任を問われ、病気の促失を探訪する名目で、香港に逃走した。1950年、クレアリーシェンノートの協力のもとに、バヒロシ王子はアメリカに逃れ、1970年1月14日に、 死去するまでロサンゼルスで牧場を営んだ。ありがとうございます。